はじめまして、私はデイです。2年生です。専攻は日本語とビジネスです。私は運動したり、泳いだり、本を読んだりするのが好きです。よろしくお願いします。はじめまして、私はエリックです。3年生です。私の専攻は技術、でもマイナーは日本語です。絵を描いたり、映画を見たりするのが好きです。よろしくお願いします。はじめまして。私はジニシカルネです。2年生です。専攻は美術です。アニメと漫画が好きです。よろしくお願いします。のが好きですか？じゃあブルネに聞いてください。ここでたくさんスポーツクラブを練習します。ここでプールとジムがあります。病気ですか？ここにも診療所があります。ここは店員です。ここでご飯を食べます。ここはルーム29です。ここでいろいろなイベントをします。ここはバーソンタウンです。もし落とし物や忘れ物をしたら、ここに来てください。食堂でいろいろなご飯を食べます。一緒にご飯を食べましょう。私はドームに住んでいません。でも、ジェニシアさんとデイさんは同じドームに住んでいます。ジェニシアさんが案にします。ジェニシアさん、一緒に行きましょう。ここは私の部屋です。私の場所左側です。私のルームメイトは右を使っています。ここはカービーです。ここに妙子先生のオフィスがあります。もし質問があったら先生に聞いてください。ここはエルエルです。日本語と英語で作文を書きます。ダイティングセンターはここです。宿題を手伝ってくれます。コーヒーショップです。たくさん食べ物があります。それから2つコンピュートラボがあります。ここは図書館です。ここで私は日本語を勉強します。図書館に
本やコンピューターがあります。ここはラウルカブレイハイドです。皆さんの英語のクラスがあります。ミガです。サイバート劇場とアートスタジオがあります。ここはアートスタジオです。絵が描けます。私の絵です。私はここによく来ます。私に会いに来ませんか？ここはサイバート劇場です。ここで皆さんの閉会式があります。はい、ね。私は共に住んでいません。でも、ジェニシさんとデイさんは…